トの右を襲っている。なあ、よく追いついた。この回からレフトの守備位置に回っている武田、いい守備を見せました。いや、大喜びの三塁側バファローズの選手たちですが、これ一直線で落下点に行きましたね、武田ね。そうですね、このイニングからですね、選手を交代させて、選手を入れてですね、レフトの川原優選手を下げて、はい、武田選手をレフトに入れてるんですよね、それがまんまとはまりましたよね。はまりましたね。おそらくカラバイオなら抜けていたでしょうね。いやー、好守備を見せました武田。